大昔に巨人が実在した説をどう思いますか？太古の地球は酸素が現代より多く、直径1メートルのトンボの化石なども発見されていますが、巨人が実在していればピラミッドの建設も説明がつくような気がします。ただ上野の国立博物館とかにめちゃくちゃでかいトンボがあって、で、カナダかなんかで確か、その当時で、まあ、その当時って酸素濃度がめっちゃ高かったので、酸素濃度高い状態でずっと昆虫を育てるとどうなるかっていうのが、そのカナダでやって、で、現代のトンボでも確かね、なんか、50センチぐらいまでなったかな？なんか、普通に現代のトンボでも酸素濃度高くするとこんなでかくなるんだ、みたいなのも実験としてあったりするので、で、なので、その昔の生き物がでかかったよね、のは事実としてあるんですけど、残念ながら、その時代は人類いません。類人類もいません。なので、巨人は残念ながらいません。人類が出てくるのは、恐竜が絶滅して、げっ歯類とかがどんどん、そのネズミとかがどんどん増えてって、で、そっち側のその、要は、小さくて毛が生えてる動物っていうところが、世界中で増えてって、その後に類人が増えていったって話なので、なんでちょっと地球の歴史の段階でいくと、まだその時代は人類がいない時代です。人類というか猿ね。上野の国立科学博物館って、安い割には結構面白い施設があるので、今もあると思うんですけど、なんかすげえでかい円の、そのなんか、モニターなんか、プロジェクター、そう、要は円形の中の内側に入るんですけど、その円の外側全体にこう映像を出して音を出すっていうのの、その円の真ん中でそれを見るみたいな、球化っていうなんか設備とか、割と他の場所であんまり見ない面白い設備があるので、なので、興味があるというか、暇な人は、上野の博物館、国立科学博物館、行ってみるといいんじゃないかなと思います。地球最強の生き物は何ですか？蚊じゃないですかね。人類最強っていうか、まあ、生き物最強が多分人類だと思うんですけど、人類100万人ぐらい蚊に殺されてるんで、毎年。なので、結局生き物としては蚊が一番強いっていう気がするんですけど、はい。生物でいうと、その人類が喜び勇んでずっと育ててくれてるので、小麦の方が賢いかもしれないですね。なんか世界中でその人間が一生懸命小麦を育てて、なんかその小麦の種を植えてってやって小麦を増やそうとしてるじゃないですか。なので多分地球上で一番賢い生き物は小麦粉かもしれないですね。1対1なら、蚊と1対1で、でもすげえ広いところだと多分負けますよ。マラリアとかあったら1回刺されて終わりですからね。小麦いるかって言ってもね、結構みんな小麦食うんすよ。なんか知んないけどみんな小麦好きなんですよ。まあ、日本だと米が好きな人も多いと思うんですけど、要はその品種改良をして、でそこのなんか米が最適な環境っていうのをなんか一生懸命水を入れて肥料を入れてっていう感じで、その一応なんか地球上を征服しているはずの人間が一生懸命世話をするっていうのが小麦だったり米とかがあったりするので、まあ、あと生命力っていうとゴキブリも結構強いですよね。まあ、ヨーグルトっていうと、まあ、牛になると思うんですけど、牛の量よりはでも小麦の方が多いんじゃないかな。はい。